どうも、坂野陽介でーす。ただいまね、坂野陽介20周年記念アルバム、ハレルヤ、ドン。ハレルヤー。そして、陽介康介のフラワーズ、ドン。2枚のアルバムをですね、年内ずっと制作してきました。この2020年に、陽介が配信した全、7曲の楽曲、プラスボーナストラック2曲、魔法と普通、9曲入りのアルバムと、陽介康介の、5曲入りのアルバムを、2020年最後のお仕事ということで、制作して、今、たった今、マスタリングが終わりました。今回は、受注生産ということで、2021年の1月4日までに、販売期間を設けてですね、今、受注予約を取っているんですけれども、せっかくなんで、この2020年どういう楽曲を作ってきたかっていうのをトラックの音を聞きながらちょっとみんなにご紹介できたらいいなって思ってます。陽介のハレルヤからはですね、この君だけのトラックをちょっと公開して制作風景を見せようかなと思っております。そして陽介康介はですね、ラフレシアという楽曲をちょっと公開してみようかなと思っております。この2つの楽曲は全く作り方が違うくて、今僕たち坂野陽介、そして陽介康介スパイラルスパイラスっていうのは、分業で楽曲を作ることが多かったりするんですけど、君だけという楽曲は、坂野陽介一人打ち込みスタイルというか、まあ本当に作詞作曲、編曲も含めて、全部こう作ってしまう。そしてもう一方、ラフレシアという楽曲は、スパイラルスパイダースのメンバーからのオーディオデータ、それぞれのギタートラック、ベーストラック、ドラムトラックっていうのをもらって、それを僕がミックスすることで完成させてるというふうに、制作の仕方が2曲全く違うので、それをまあ公開して、よりみんなにですね、アルバムを楽しんでいただけるようなきっかけになればいいなと思っております。今立ち上げたこのトラックは坂野陽介の、君だけというトラックになっています。まず一番注目したいのがもう73トラック使ってて、一人で音を積み上げていくそのレイヤー、この1トラック1トラックがレイヤーになってるんですけど、73個の音がまあざっくりといえば、積み重なって1曲になっているという楽曲になっています。この君だけの楽曲、ドア玉が、ピアノのソロから始まるんですけど、というような感じで、ピアノのソロから始まるんですけど、少しリッチな感じでみんなに聴いてもらいたかったので、本当だったらこのピアノトラック、これをずーっとこれが鳴ってればいいんだけど、だけどリッチにしたかったので同じフレーズをこっからストリングスで重ねてます。ピアノは鳴ってません。ただこれだけだと音が弱いので、さらに超感情すごい聞こえにくいんだけど、もう一個スタッカートなストリングスの音を足しております。で、ポイントポイントだけ、こうピアノを入れていると。どうしてかっていうと、ここからリズムが入ってくるので、聴感上すごい一個一個の音を聞き取るのは難しいけれども、こういうビートが折り重なってる時に音が負けないように、このストリングスで豪勢な音にしております。でこれはヒップホップによくある手法で、ループミュージックって言って、同じ循環のコードを何度も何度も刷り込んでいくことでみんなにグルーヴを感じてもらうという手法をとって制作をしております。そしてこういう風にバースの展開を変えて、ピアノのフレーズとかで、ベースもこのように動きのあるベース、リッチな音を入れて
楽曲を作っております。まあ、こういう風に曲を解読、まあ、要は紐解いて楽曲をみんなに聴いてもらうってことはなかなかないので、いい機会だなと思って、みんなに聴いてもらっております。このようにストリングスがリッチになってくれて、重めのビートが来て、この曲は完成しております。そしてすべきは、まあ、女性と陽介の声で2つのハーモニーを入れてるんですけど、ちょっとこの R&B でよくディーバが男性ボーカルと一緒にデュエットしてるようなイメージで今回のこの楽曲は作っていたりします。そして特筆すべきは、実はその同じようなフレーズが流れている中に、実はこういうカットアップって言って声を使って、このようなすごい細かいんだけど、声を切って張ってチョップっていう風にスクラッチみたいに音をちょっとリズムにしています。こういう風なその一さじ加減、二さじ加減の調味料が新しいグルーヴを作っていくっていうことよね。この辺がやっぱこのプロの作曲家の腕の見せ所なのかなと思っております。そしてこの曲は前半と後半でコード進行が変わってて、ずっとこの展開が続くと飽きてくるので、フックと言われるちょっと休憩タイムを設けて、という感じで3小節の隙間、僕のセリフと3小節の隙間で、まあ、給水ポイントを作って、一度みんなの聞いてもらってる心の中をフラットにして新しい世界に飛び出していこうというようなアレンジになっていて、実はこのコーラスの2番目サビでいわゆるコードが変わっていきます。ここでちょっとこうシティポップのおしゃれなコードに変わっていくんで、ちょっと聴いてもらおうかなと思います。さらにこうリッチな感じになっています。まずベース、これがメロディーラインだね。ちょっとこのリッチなブラスと一緒に、1番だと1番は流れるようなスムースになってるっていうフローが、ダー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 ってなってるのに対して、2番はダダ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 ダ、2拍で刻むんじゃなくて2番は1小節刻みになって、ちょっと休符を入れることでかなり楽曲をふくよかな、楽曲にするように心がけております。だから1番と2番では楽しみ方が全然違うっていう、というような、そういうのを昔はフェーダーっていうのがあって、このように赤ランプもついてますけれども、こういうのは気にしないで、だいたいこういうのを74個の音を調整しながら1曲に仕上げております。
ということで、陽介の、一人楽曲制作スタイルというのはこんな感じになっております。そして一方、ラフレシア、陽介康介の、1曲目の楽曲になるんですけれども、こちらの方はですね、バンドで制作していると。そして分業でそれぞれの楽器のデータを、まあ、送ってもらうことで初めて、成立する楽曲になっております。今ちょっと立ち上げているんでちょっと時間はかかるんですけれども、君だけが73トラック作って、まあ、1人でこう打ち込んでいくのに対して、一方こちらの楽曲っていうのは30トラックぐらいしか使ってない、半分ぐらいの、音数で一曲として成立させているっていう。単純にこの効果っていうのは、70個の音が入って耳に聞こえるのと30個の音で耳に入って聞こえるのだったら、30個のトラックの方が耳の印象として人が聞いてくれてる聴感上の音を聞き分けやすい、だからすごい聞きやすいっていうことになるんですけど、まあ、そういうこう聞きやすさを重視するなら音数はやっぱ少ない方がいいっていうことですよね。実際まあ37トラック使ってるんですけども、まあ、ボーカルで10トラックぐらい作るとして、実際音数っていうのは多分20個ぐらいしか入ってないのかなって思います。なので君だけと違ってものすごいシンプルな感じになっていて、リズムからいこうかな。リズムがとても、この曲はですねタイトなビートを使ってます。なんかほんとヒップホップみたいな、生のドラムやったらパーンパーンっていうこう余韻を作るようなドラムのサウンドに対して、この楽曲はメロディーをタイトに聴かせるために、このスネアのクシッ、ほんとヒップホップの人たちが使うようなビート、70年代のソウルミュージックとかファンクとかそういうような、ローファイサウンド言われるような楽曲に見られるようなビートを使っております。僕がやってる作業っていうのはこういうちょっとこうドリーミーな、シンセパッドっていうドリーミーな、シンセサイザーを入れております。ただこのシンセサイザーもずっとこれが鳴ってると飽きてくるので、2パターンのシンセサイザーのパッドの音を出して、そして、組み上げております。もう一個のシンセサイザーは同じような音なんだけど、フィルターって言ってこうちょっとこう物語をこうにフックを入れるというか、そういう感じになっていて、まあ、こういうようなものを使ってやっていくんですけど、細かく言うとこうやってふわーっていう波の周波数の音を細かく書いて盛り上がりを作るというフィルターっていう効果なんですけど、こっち上のパッドはこういうフィルターのやつを書いてないのに対して、こっち側はこのフィルターで波打つように書き出しをしてるんですよね。同じ音なのに聞こえ方を変えてるっていう、まあ、そうすることで飽きさせないという効果を作っております。そしてベースが生のオーディオになってます。もうこれでご飯3杯食べてるの気持ちよさです。そして、アコースティックギター、アコースティックギターもこのスピーカーの右と左で遠くで鳴ってるような感じの配置にしています。そこにまず添え物のギター、ミュート気味の優しいギターを入れて、そしてさらに添え物のギターが優しくクリーントーンで入っている。もうこれだけで1曲として聞こえるんですが、プロはそこからさらにリードのギター、というような感じで
ックがギターだけでも 1,2,3,4,5 本、エレキで5本、アコースティックギターで2本入ってる。70個以上の音を作ってアンサンブルを組み立てているのと、30個の音で1曲。同じような楽曲、同じようなポップスと言われる中でも全く作り方が違うという、そんな、アルバムができました。ドン。なので、ちょっとリッチな、一人だけどリッチなアルバム、ハレルヤ。そして陽介康介2人の曲なんだけれども、グルーヴ重視の、スパイラルスパイダースと共に制作してきた、バンドサウンドが中心になっているこのフラワーズ、1月4日までの受注販売となっております。僕らの渾身の作品、ぜひともお買い求めよろしくお願いします。ということで、ジャパネット坂上陽介でした。